んにちは、始まりましたとびやきチャンネル、私 VTuber 今やにきです。はい、私 VTuber 三岡でんちょです。よろしくお願いします。今日はね、でんちょ、はい、ちょっと誰かいますね。作業しんどいので、ちょっとヘルプのうちの、若手のとびやきチームのね、つかちゃんに来てもらいました。つかちゃん、よろしく。はい、よろしくお願いします。今日はね、はい、伐採、はい、からのバッコンですね。バッコン、はい、それを、やっていきたいと思うんで、はい、ちょっとこれ見てて、かわいそうでしょ。あのイボサー病っていう病気にちょっとやられちゃう。これどうですか。台風とかで枝も折られて、もうここボロボロになったらもうごめんなさい、切っちゃいましょうということで、もう今日これ切ります。で、しっかりあの根まで全部抜いて、でここを開きにして、で新しい台風を植えますっていうのを今日は皆さんにね、作業編として、はい、で植えるまでの段階を今日はね、ちょっと見せてできたらなと思います。じゃあやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。ヘルプ頼むよ。じゃあ行きます。まずは、チェーンソーでね、全部切るんだけど、本当に危ないんで、皆さんあの取り扱いはね、十分注意して。じゃあ行くぞ。とりあえずね、こんなので、周りに人がいないことをもう本当に注意して、周りに気を使いながらやってください。じゃあこれで、切り終わったんで、次は、抜いていきます。Thank you.
そろそろ根が出だしたから拾っていてくれりゃ。酸性をアルカリ性に変える力を持っています。はい、終わったね。終わりましたね、はい、いやー、助かった、ありがとう。綺麗になりました。でこれでね、次にトビアの苗木が上がってくるんで、またそれはそれで今度は植えますんで、とりあえず今日はこういう、伐採から、抜根で、まあ、トコできるよう、見てもらいました。店長何でしょうか。店長、主にビデオ撮影してましたらしいですまあこうやってね、こうやって、ね、電話したらすぐ、助けてと飛んできてくれる。やっぱこういう関係っていいよね。でこれから必要だと思う。あの高齢社会がね進んで、やっぱり近所のおじいちゃんおばあちゃんもね、ちょっとうちのも向いてくれんかみたいなのがあったらね、あれよいよってすっとみんなで、ね、行ってあげれるような、そういう地域っていうか産地にしたいよね。いいですね。やっぱりね、だからそうやってみんなで助け合える、はい、そういう仲間作りっていうかね、これからしていきたいよね。いや、ありがとうございます。本当に助かった。なんかあったら呼んで、いつでも行く。手伝いで。じゃあ兄貴、明日早速抜きてんですけど、来てもらってもいいですか。うん、いやはい、ではそんな感じでね、はい、今日は、これにて作業終了ということで、はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。